注目。声ガサガサ。ガサガサ。うちの母親があることを言っておりました。皆さん聞いてください。高1からの付き合い、高2からの付き合い、はい、第1からの付き合いにもかかわらず、うん、としみつとりょうの母親同士はもともと地元だろうから知り合いでしょうけど、うん、それ以外絡みがないと寂しくないですか、そんなの。は母親がとか、母親の代弁ね、これね。あ、だ、そう言って言ってたの、母の代弁。へ、母の代弁ってやだな、なんか中身そう、やめろ、やめてやれ。うちの母がなんかもう東海オンエアっていうあのね、もう確立したグループのね、母親たち同士が知り合いじゃないのはちょっと寂しいと、仲良くなりたい、お茶会したい、そうだな、そう言ってたんですよ。いや、もうそれはいいこと言ってると思う。そう、親同士の信仰もぜひあるべきだと。ああ、そういうこと、親同士の信仰ってこと。え、なんなん、誰だと思ったの。子供と親かと思って、そのお前の母親と誰かと思った。ああ、そうそれはもう割と普通にありやん、ね、うん、別に合ってるよ。てっちゃんのおばあさんはとはみんな仲良しなんだよ。だから改めて何言ってんだろう、俺ら抜きで母親同士でお茶会をしてほしいでしょ、うん、そうそう、をしたいって母が言ってた。へえ。だからなんかもし迷惑じゃなかったらみんなに言っといてって言われたから言ってみました、うん、迷惑です。なんこのメガネやばい、こいつマジで。なんつこと言ってんだこいつ。ひどい。ひどいよ。じゃあじゃあ本当にね、うちの親は世に出せない、世に出せないというか。世に別になんで世に出す前提なんだよ。その親同士の信仰を深める前に僕と親の信仰ないからね。それは終わりだよ。むちゃくちゃ。一回うちの母親電話してみるか。おお。両の母の声が今聞けるってそれすごいレアじゃない。そうなの。普通に社交的な普通の母親だよ。まだ仲よ。え、マダムでねえよ。いや、マダムでしょ。マダムだよね、あれ。六本木ですに、ね、いなきゃおかしいよ。全然普通。もしもし。もしもし。はい。あのさ、うん、哲也の母親がさ、うん、東海オンエアの母親同士でお茶会したいって言うんだけどさ、うん、したい？あ、いいよ。じゃあまた LINE、うん、なんかグループ作ってよっから入ってね。はいはい、うん、じゃあね、お願いします。ほら、別にこうなるから決断力よ、まあ、めっちゃ仕事できる人じゃん。別にこうなるって悩まんでしょ、まず。なんで嫌だなって言われちゃうの、こんな中で出るかな。すごいね、みんな仲良しなの、親と。いや、普通仲いいでしょ。仲いいに決まってんだよな。僕、実家から緊張しちゃうからな。一番落ち着く場所。あ、もしもし。あのさ、哲也の母親が、その、東海オンエアの親同士で近々お茶会したいと。どう？うん、いいよ。あ、いいね。じゃあ適当にそのうち LINE 作ってぶち込んどくから入っといてね。でも、東海同士って言ったら寮のお母さんも入るよね。そう、当たり前ですよ、ね、心配してんの。大丈夫ですよ。じゃあ、じゃあ拒否してないよねってこと。してない、してない、うん、大丈夫です。そう、そういうの、なんすよ、はい、あ、いいっす、いいっす、はい、はい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 、はい、この私みさんか、こんな感じなんだ。そう、としみさんに昔遊びに行った時にめっちゃみかんいらなかったけど、めっちゃみかん渡されたこいよ。おじさん、持ってきな、持ってきな。母の家系がすごいおもてなしで、ばあちゃんち行くとばあちゃんエビフライ一生あげ続けて座らないよ。もう、座れや、おばあって。まだいるなんか一生座んないんだよ、ばあちゃん。だんだん似てきたよね、やっぱり。そういう感じだったよ。じゃあどれ3人書くほど。はい、じゃあまあ3人で。いや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 そんなにはどういう、なんかいいもんでしょう。仮に行ってみたらなんて言われる。多分まずうちの親は東海オンエアのこと知らないんだよ。いや見てるよ。いや見てんのかな。親見てる。親見てんだよ、団体盛りしてめっちゃ怒られた。あんな汚いことすんなと、うん、怖い親は。怒られちゃうの。まあ厳しい家庭だと思う。そう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 、無理。電話して、電話なんて緊張しちゃう。なんか珍しいね。今この3人の親とうちの親あったら多分うちの親泣いちゃうよ。なんで。本当になんかただの人なんだって。ただの人だよ。なんだと思ってんの。喋れないから。喋れる。じゃあ面白くないの。いや、何言ってんのか分かんないね、よく。面白くないってすりゃ面白くないよ。なんかもう世に出せない、なんか普通世に出ないじゃん。しかも動画になるわけじゃないじゃん。世って何、世って。
まあ、無理に来いとは言わないけども軽く普通に誘ってみたら、うん、相談電話してみる一回、うん、お誘いだけはしてほしいわ。諦めんな諦めんな、絶対出るから。このお 昼ご飯時に出ないのはもう嫌われてるわけとしか思えない。被害妄想がすごい。嫌われてる。あー出ない、うん、ちゃんと出ないですね。でも一応なんかさ話題があるじゃんそこは高校ので東海オンエアという話題がそっちむしろそっちを広げたいんだよ。高校の話どうでもいいんだよもはや。ねえそんな岡崎市のね観光伝道師やってみたいな、うん、想像してましたこんな風になんのみたいな。するかなその話で誰だよお前。実はこれカメラ回してるの実は君の画面に繋いで危ないよ。実は実は利光の母だったりするかもしれない。じゃあライングループ作るか、うん、そうね。東海オンエアなんだろうね東海。母親って LINE をどう扱ってるか知らなくね。ご近所ぐらいじゃない。私は自分は友達はいるだろうけど。マジえ LINE はやってるでしょ。めちゃめちゃそんなやってるかな。やってるやってる。今上4人が東海オンエア、下の方にあなんかあんのが母たちです。すごいやっぱ寮の母はローマ字だよ。うわー面白いね。意味わかんない。使えます母親世代で。やばすぎる。そんな母いないよね英会話習うなんて。母が英会話習うことありません。すごいよね。すごいそれは。英語勉強したいなと思って。すごっ。何すごい。すごいってそれは。英会話習いたくなる時もあるでしょ。お母さんじゃないじゃんもう。じゃ英語全くできないんだよ。全くできないんだよ母親。だって今母親さ英語習って何に使うつもりなの。だって日常会話したいって。すごいすごいな。それ生まれたな声が。それはこうなる。終わった。何が勝てんわ。清水のお母さん何習ってんの。何習ってなんて。もうなんか習わせようもう母に。ゴルフ行こうよみんなで。いやボールってやん。なんで言うねん。とりあえずじゃあ第一陣のお茶会はこの3人ですかね。りょうくん家の庭とかでなんかスコーンを取れてくるかも。いやどういうイメージ持ってるんだよ。スコーン一応りょうちゃん。何話すんだろう。長期な議事録取りたいね。なんかお互いの息子超褒め合いそうじゃない。りょうくんがいてくれて安心なんですよ。いやいやそんなことないよ。うわありそう。絶対そう。絶対そうでしょ。絶対そうだ。てかじゃなかったらやだわ。それであってほしいわ。まあまあ、最初は社交辞令だらけだろうね。うん、やだな。いやうちの息子やっぱねすごくてとかやだよ。三人でラインライブ始めてほしいな。あ。もしもし。あれ母親は？今お風呂。なんだよ。妹。ちょっと母親のとこに行ってさ。うん。お母さん。はい。うん。お母さんですか。はい。てつやのお母さんが。ん？てつやのお母さんが。てつやって知ってる誰か。うん、多分。てつやのお母さんが東海オンエアのお母さんで集まってなんかご飯でも行きたいねって言ってるんだよ。どうする？いいけど私あんたのこと何も知らんだけど。は？あんたのこと何も知らんだけど。で行かない方がいいかもね。なんで？ん？なんで？ん？私の知らんことがいろいろ教えてもらえる？いや恥かくだけだよ。なんで？ん？なんかあそんなに何も知らないんだってなんて。じゃあ断っとくね。いいわ行くわ。ん？行くわ。じゃあなんか LINE グループがあるからそこに招待しとくから入っといてね。でも余計なこと言わないように。いや言うよ。は？は？言わない言わない。じゃあ LINE グループ招待しとくんで入っといてください。はい。ドライだよ。いやでも来るじゃん。緊張した。めっちゃ乗り気だったじゃん、うん、全然。じゃあこれが面白いと思ってる今。今はこのノリがこうやって僕は入ってほしくないっていうのを察していやでも入るよっていうのが面白いと思ってる。まあそういう口調だったね。うん。というわけでじゃあ任せて一応入れときますね。4人目です。しかもうちの母親がいるよというかもしれませんが、期待っすね。はい、ナマステ。はい。